めちゃめちゃ行く。あ、なんか今日行きたいなと思ったんだけど。お願いします。なんかこれしかなくて。行きたいけど。ちょっと仲間が欲しい。あ、え、え。3月に向けてやらんと。あ、そうだね。うん、男性モデル見せた。メールはお二人が見ます？はい。はい。交互に。撮ってたんだ。先週コメントいっぱいありましたね。だからね。120ぐらいありました。うん、すごい。何喋ったか覚えてないけど。なんでだ。何確かに。何の回だったっけ？先週はどうでもいい話でした。匂いだったよ。あ、匂いか。うん。何話したか全然覚えてないな。いいですね。ほとんどなんかあの霜だったけど。嘘。霜だけどあのお食事中には喋っちゃいけないワードが。あ、それ。マジか。うんこの話したわ。うんこの話したっけ。俺に聞くなよ。そう。やめようって言ったら無理やりにでもそっちに。いや大体嫌だろ。いいあるいい、まあでも赤ちゃんのところ。せめしいって。臭いんでしょ。いやあれは母乳の時はそこまでならしいですよ。うん、要は食べ人間の大人のっていうかあの食事しだしたら離乳食とか、はいはい、急激に臭くなるってもさ。まだ、あ、さすがお父さん。おっぱいだけは。え？さすがお父さん。違うわ。子持ちじゃないよ。嗅いだことあるの？いない。いない。いや聞いた話っていうか。聞いた話。うん。あ、子供できたら怖いね。いいでしょ。怖いやん。怖い？自分の行動が制限されるんだよ。あ、そこ？あとそれはある。30です。それはもう結婚した時に覚悟してもらっていいですか？20です。ないから。ん？ないから。おっぱい。お触った今。うん。触ってました普通に。今こっちを開拓しようとしてるのかな今。愛想笑いすげえな。4、3。いや俺そこの趣味ないからな。1さあ今週も始まりました。とうとう開けてしまいましたね。 FM ギノワンのパンドラの箱。さあ今週も始まりました。ひょんなことから映像制作会社 ABIC で知り合った4人のメンバーがお届けするドタバタトークバラエティー、びっくりラジオ。ラジオ。この放送は毎度おなじみバナとヒタミンとタカミーとサンチェスの4人でお送りいたします。はい、はい、ということで第123回2月8日のメッセージテーマはこちら。1、2、3。どうでもいい話。どうでもいい。どうでもいいですが、〇〇している人って気になりませんか？どうでもいい話ばっかりする人って私苦手です、などなど、皆様のテーマトークだけではなくその他のメールやコメントも募集しております。はい、7時15分頃にはスポンサー紹介、今週もお得情報や裏話が満載です。7時50分頃からのエンディングでもリスナープレゼントやこの日の投稿の MVP を決めるびっくり賞など、最後までお楽しみが満載です。番組へのリクエスト、コメント、感想は abic@fmgino1.com、avic@fmgino1.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送、リスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワのホームページをご覧くださいね。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション ABIC、 片奥解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。それでは、A びっくりラジオスタートでーす。
ックビックビックラジオ。こんばんは皆さん。79.7MHz でお送りしておりますエピックのエピックラジオ。今週のテーマはどうでもいい話となっておりますでーす。ということで2週間ぶりの4人揃いました、ね、どうでもいいな4人なんてな。ダメよ大事大事ダメよ。先週のテーマ匂いね、はいはい、ねえどうだった聞いた。あんま最後…いや聞いてないです、すいません。聞いてない全部聞いてない全部聞いてなくて前半ぐらいところどころ最初と最後、うん、聞いてましたけど盛り上がってたね。そう、うん、なんか、うん、まあ、2月に入りまして、うん、ちょっと寒くなりましたね、まただからよ、ね、寒い。本当にこの間ロケ、あ、昨日でしたっけ、うんうんうん、ロケ、夜までかかったんだけど思ったより冷えてたみたいで、うんうん、その後、暖房かけて中にいてもしばらく寒くて、うん、震えてましたね。外だったしね、しかも、うん、暖房かけるんだ、車で車の中で、かけないと寒くない、うん、俺は負けたくない。おろ何それ絶対かけない誰によ暖房は絶対かけない。わかりますよ、俺もわかる気持ち、わかる、うん、いやでもそう、うん、まあでも仕事で車も使わないからあれですけど、うんうん、あんまり別に車、今も全然使ってないですね、暖房ね。あ、ほんと？はい、待って、締め切ったらまだ暖かくないですか？ね、別に自分の熱量でね、ちょっと開けますもん、たまに空気入れ替えるって、うん、今日、まあまあ、普通に、まあ、空気の入れ替えはしちゃうけど、うん、我慢できなくてもう暖房ばっかりかけちゃうな、うん、めちゃくちゃすぐ使えますよ、ガソリンとか、うん、超食うよ、ガソリン、うん、それよりも寒さが耐えられない。なんかあれないの？女の子グッズないの？なんで女の子ほら、膝の上に乗せるなんか布、あー、ブランケットじゃないそれ、ブランケット、うん、あるんでしょ、うん、ブランケットでいいじゃん。かけても寒いんだよ。寒い？なんで女の人あんなに寒、うん、みんな冷え性というか、うん、なんか寒がってるんですかね。冷たいですよね、確実に。冷たいと思う。手とか、うんうん、ね、女性ってなんでですかね。あー、なんでだろうね。なんでかな。すぐ温めた…あ、どうしたかんだね。なになに、なんでもない、なんでもない。いやいやいやはい、クソ、龍角散が口の中で動いてるからよ。食べるなよ食べるな、はい、ちゃっちゃっちゃじゃないよ、大丈夫。はい、どうでもいい話ということで、ね、コメント来てますね。はい、どうですか、はっちゃとみつさんなんて、はい、龍角散、俺も食べてるから合ってるでしょ。はっちゃんとほみつさん、ありがとうます。ポポこんばんは、ということで、はい、そしてシュプリームさんも、ひとみん以外の皆さん、こんばんは。俺だよ、俺、よっちゃん以下です。シュプリームさんね、駄菓子ね。質問聞きますよ。はい、なんだ、シュプリームさんから、うん、高見に質問です。最近サンチェスさんが売りキャップをかぶっていないのですが、なぜですか？売りキャップ、教えてバナさん、ね、爪キャップ、ね、あー、あれか。待って、高見に質問だったのに教えてバナさん、どっちよ。本当だ、高見に聞いてバナさんが答えるって感じですよね。まあ髪伸びて、正直帽子つけるのめんどくさくなった感じなんて今な、喉越し、喉越しが髪伸びて、はいはい、髪伸びてもうちょっと帽子つけるボリュームじゃなくなったのかなと思って。正解です。本当にそうなんだ、やっぱりせっかくこんなね伸びたからちょっと見せたいじゃん。あ、ちょっと不審者に、不審者がられたいさ。そうなの、帽子かぶってたら普通さ、うん、取ったらなんだこいつってなるさ、うん、で見られたい。ふわふわだね、すごいふわふわだよ、ってる、うん、確かに邪魔だよ邪魔なのか。どんどん、はい、シュートさんからも来てますね、はい、ひとみさん、まなさん、高見さん、サンチェスさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます、ポッポー。そしてこれは何でしたっけ、タイゴさんか、タイゴさん、ローマ字で、はい、はい、た、実は初めてじゃないんです、うん、山形から聞いてるんです、山形、へえ、寒いですよ、東北は。嬉しいですね、そこは寒いだけ、マイナス4度って、山形よく電波とか飛ぶね。いやいやいや、届いてない、マイナスとかでバカにしすぎ、飛ぶわでも凍りそうじゃん、なんか電波とかも。いや、凍るかこれって何でも大丈夫なの？超暑いところでも、うん、マイナスとかでも大丈夫だわけ？誰が使うのじゃん、寒さで全然通らない。誰が使うの、世界でみんな使ってるわ。どういう仕組みで未だにラジオが声が届いてるのか俺には分からない。知るか誰も難しいよ、答えるのが。どっかからタイムスリップしてきた人何なんだろうね、これで広げられるほど知識がないよ、ね、本当どうでもいい話でしたね、はい、山形したらもうアキラしか出てこないですよね。あー、そうだね、山形っていうね、鉄を、鉄を、なになに、分からない、分からん、どうでもいいでしょ今、うん、いや、けど知りたいですよ、何、知りたいでしょ、うん、まあいいけど、まあいいけどじゃない、テコッパチ調べてごらん。一応メール来てるんで見ます、うん、読みますか、行きましょう、はい、はい、ちょっと待ってね、今、はい、まだ開いていなかった、あ、じゃあ、うん、どうでもいい話するじゃん軽くしましょうか、じゃあ軽くするか、一つ、段取りがどうでもいい話、すげえどうでもいいけど、うん、さっき那覇のエロ本屋さんに行ってたわけ、あ、興味あるよ、興味ある？うん、あります。で、そこで、うん、
大体80年代とか90年代初期のエロ本がたくさん売ってるんですけど、別にその中身は俺どうでもいいんですよ、うん、その表紙がすごいアーティスティックなものが多いんですよ、当時のものって。へえ、どういう意味？そうなんだ。この色使いが面白かったりとか、いまだに通用するデザインがいっぱいあるわけ、はい、ロゴとかもいっぱい楽しくてから、うん、だからそういうデザインの勉強をしに、うん、俺エロ本屋に今日行ってたって話。それだけでいいんじゃん最初いらないの導入。何がなんかこれポム、ポムポムボム、いやボムじゃないです。あ、ボムっていう多分雑誌名かな。ボム懐かしいな超買ってましたよ。今もあるのか。え、ボムってエロ本？エロ本っていうかアイドル雑誌ですね。明星みたいな感じですか今で言う。もうちょっとあの女の子よりの、うん、トレーディングカードがついてくるわけ。あ、ってことはあれか、何ですか、ポポでしたっけ。ポポ、ポポ、アイアイ、アンアン、アンアン、ひどい、ひどすぎる、ずれ方が。どんな雑誌よポポって。もう ポムから来て。あ、ボムボムね。あ、ごめん、アンアンみたいな感じだ。ちょっとアイアイって。あ、今猿雑誌やしよ。猿の特集を組まれた雑誌やしよ。画期的よ。誰が買う。どうでもいい。やば、今週の表紙はマントヒヒですみたいな。誰が買うの。だから言ってるよさっきから、週刊マントヒヒ。ずっとマントヒヒなや。ディアゴスティーニでも買うわ。どんな完成だよ。いやいや、マントヒヒ完成よ。2年で完成みたいな。長っ。あの、シュプリムさんからアクションカメラってきてますけど。あ、違います。これもタイトルなんだ。ただあの雑誌じゃなくて、うん、あの単行本なんですよ、あの漫画の、うん、エロ本の漫画なんですけど、うん、はあはあ、いろんなのがあるんですけど、本当にもういいグラフィック使ってたりとか、うん、ぜひチェックしてみてください。誰が本当に本当にいいやつばっかりだから。興味のある人は今、ね、今日も5冊ぐらいジャケ買いしたんですけど。怖っ。ジャケットだけを見るためにジャケ買いするんですか。CD と一緒でちょっと気になるさ、こういう絵の上手い人とかたまにいるから。あるね。中どういう風に描いてんだろうって。確かに CD はある。エロ本ジャケ買いして、でもあのジャケ買い、まあまあ、この渋滞の中で読むっていう。あ、でトラックとかちょっと注意しながら、うん、中見られたら恥ずかしいさ。確かに、うん、じゃあ見るなよ。でも我慢できないわけ。あ、早く見たいし渋滞だし。お疲れ様でした。早く見たいし渋滞だしはよくわからないけどね。うん、うん、じゃあメール読みますか。はい、これなんかメール読まないとちょっと行きましょう。お願いします。はい、びっくりネームほっぺさんからありがとうございます。ほっぺ、青、皆さんこんばんは。こんばんは。先週の放送聞きました。番組途中でサンチェスエロ監督が出現してましたね。マジか。何でしたっけ。誰も覚えてないの。俺が撮ってやるって話じゃない。あ、なんか言ってましたね。匂いよ、うん、匂いじゃない。多分なんか瞳にどうにかしてそのヌードを出させるっていう。トラウマナイトの話だ。それだ。幽霊役でやった時の。全然匂いじゃない。全然匂いじゃない。関係ないね、うん、さて今週のテーマ、どうでもいい話、良くない話、うん、どうでもいい話は、正月と盆にしか会わない親戚のおじさんの自慢話、うん、あ、自慢話あるね。注意、内容は毎回同じ、うん、あ、わかる。あ、これわかる。毎回同じ自慢話ってやばいでしょ。大きくなったねみたいなこと言うよね毎回。それぐらいはいいんじゃない。どこがどこがって俺も思うんだから。あんまり変わらんさ。どこがとかある。身長とかでしょ。いやいや、だってもう大人になったら変わらんでしょ。老けていくだけじゃん。白髪増えたねとかわかんのよ、うん、もう今の年でさ、うん、もういいよね、うん、いらない定型文。とりあえず金くれって感じ。なんでよ。ひどい。とりあえず金くれよ。どうでもよくない話は、はい、現在、運行が休止している民間救急ヘリ、メッシュサポート、メッシュね、メッシュか、メッシュサポート、うん、人命に関わる重要なことなので、うん、来月から運行再開が、実現されることを切に願っております。今休止中ってことですか、じゃあ。うん、らしいですね。あの、慢性的にね、そうですよね、メッシュサポートは。うちわんでも一度協力、うん、はいはい、取材して行ったんですけど、やっぱり皆様の協力がね、うん、必要ですね。これ国が運用できないんですか。そうなんだよね。政治家金いっぱい持ってますけどね。ここに回せよ政治家。ね、本当に、うん、ね、バランスがね、悪いところありますけど、危険なものに使わずにね、うん、必要なところに使って。じゃあもう一個行きましょうか。はい、はい、サンチェスさん行きます。うん、何読もうかな。じゃあ読め読め。順番にね、順番に。はい、行きます。はい、エロネームサロお兄さんです。ありがとうございます。ぴょぴょ。よい、このみんなこんばんは、うん、サロお兄さんだよ。でんるん、どうでもいい話、うん、僕は見てしまった。男子トイレにおばあちゃんが入っていったのを。トイレのドアを開けたらおばあちゃんが、なんね、早く閉めなさいって言った。僕の方がなんねって言いたかった。
おばあちゃんがトイレから出てきた、うん、何事もなかったかのように出てきた、うん、これは僕が悪いんでしょうか。終わり。あこれはサーロー兄さんが悪いですそうね、うん、もう入れてあげましょう、見て見ぬふりね、もうこれはもう見て見ぬふりよね。大先輩が女子トイレを男子トイレと言ったら、うん、そこは男子トイレになるし、うん、男子トイレが女子トイレになることもあるんですよ、うん、先輩に任せましょうよ。女子トイレが男子トイレになるってないよね。でも逆はないですよね。でこれ俺ちょっと納得できないんだけど。そうわかる、はいはいはい、なんで男女兼用があって、はい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 、女子専用があって男子専用あるとかあんまないですよね。それも小だけでしょ、大体は。小だけ、コンビニとかもね、うんうんうん、あれなんでですかね。ね、ひどいよね。あれはどう、もしすげえ我慢できなくなって、うん、女子トイレがもう超いっぱいだわけ、うん、でも男子トイレ誰もいないわけ、うん、入る瞳。一回も入ったことない。嘘。男子トイレないんだ。うん、ないの。ない。じゃあ未知の領域ってこと。そう、見たことないんだ。あ、いや掃除ぐらいはあるよ。あ、掃除するために入ったことはあるけど。大体以上あんなもんよ未知ではね、あんなあれ通り。そうだね、色が違うだけじゃ本当に一歩前へって言いたくなるぐらい、びちゃびちゃだよ本当に。わかる。あー、そう、それが嫌で、うん、ちょっと入れないんだよね。え、ショーでしょとしたの。ショーで、すげえな、立ちながら。ショーでしようとしたの。何を。いや、何をって何をっていうかトイレで何をするの。いや、待って、今理解できてなかった。いや、今のだから前へっていうのはショーのあの便所の小便所の、あ、ショーのね、うん、あー、そういうことか。いや、台でも、まあまあ台もあるけどね。立ってするんだ。違う。ごめんね、ちょっとなんか見てないけど、すごいね、立ってよく、すごいね、クイッてやるのね、クイッて違う違う。でも和式みたいに使うんじゃない。あー、なるほどねだから汚すんだ。逆に逆さに、逆さ余計座りたくないわ、なんかもう逆さ逆立ちの逆さ、逆さどういう意味。 M 字でこう、ね、背中をつけられるってこと。そうそうそう、口に浴びない顔面に。汚いからもう。すごい。お食事時だから。どうでもいいよ。どきだよ。先週に引き続き、ほんとに絞れたかひどいよね。これちょっと俺、派生して俺のどうでもいい話したいけど、ちょっと時間があれね、うん、ちょっとサウルお兄さんのメールの下っ側はいつも面白いんだよ。下っ側は何があるんですか。なんかタグみたいのがついてる。タグ、うん、あ、なんかある。おはよう、うん、いやってこれ何なんだ。え、見えないけど。これなんかスイッチなんですか、ボタンみたいな。なんだろうね。え、これって他にも入ってるんじゃないの。これでも自分設定できるんだね、うん、え、すごい、できるんだ、すごい、これ、うん、多分できるんでしょう。こうやって返事できるってことじゃないの。うん、うん、じゃあこれって返せるの。返せるじゃないですか。返しとこうじゃん。あ、そういうこと、うん、じゃあ押したら行くんでしょう。へー、面白い。送った今、あ、返信ができるってことね。送ったよ、サオロニさん今。なるほどね、うん、ありがとうございますすごい、これ便利だね。ちなみに僕は女子トイレに入りますあ、もう切羽詰まったらね。切羽詰まったら、うん、特にあのコンビニとかよ、うん、やっぱりあのデパートとかだったらやっぱりちょっとね、うん、わかる。コンビニも結構危険じゃないですか。合いますよ、人、女性に、うん、あ、でも出てきたことあった、あの男性がね。あるでしょ。ちょっとこっちが気まずくなったり。でも察しますよね、うん、あ、この人我慢ちょっとやばかったんだって察しますよね、うん、それがあるから、うん、日本人だからそれがあるからね、はいはい、わびさびが。たまに嫌な顔されるわけ、うん、なんでお前男子だろうって目されるけど、俺は切羽詰まってたんだって目で見るわけ、うん、そして相手もちょっと、うん、でアイコンタクトで一応やり取りができる。あ、納得はしないでしょうね。納得は多分してない。あっちは納得してない。でも綺麗に使う、必ず。あ、ちゃんと拭いて、ね、便器も拭いて、舐め回して、なんでよや。ハゴーやもうアーチーさんからもう勢ぞろいするとやはり下ネタで盛り上がるね、はい、ということで A ビッグ紹介いきたいと思いますお願いします、お願いします。はい、よかった、いつも通りなかった多分本当に、はい、いいですよはい、じゃあ A ビッグ紹介いきましょうか。お願いします。ついに始まりますね、オリンピックが。おお、ピョンチャンオリンピック、チャンピオン、ピョンチャン、明日からですね、ピョンチャンオリンピック、うん、あ、今日から、明日か、明日、はい、明後日もうやってんじゃないの。もうやってんじゃなかったけど、なんか開会式の前に、うん、ノーマンヒルジャンプをやるんですよね。あ、なんか今日ジャンプあるでしょ、うん、なんか今日だった気がするんです、はいはい、船木出てないですけどね、もう、うん、98年は。分かる人いるかな。だからあれでしょ、中野船木、いや原田さん、そう、次行きましょう、はい、はい、というわけでですね、はい、なんとピョンチャンオリンピック、お、出るんすか。 A ビッグ、お、特に何も。まあそうでしょうね。でしょうね、うん、なさそうだね。だって今 DNA がね、忙しいですから、そうそうそう、キャンプ中で、うんうんうん、で、放送がね、琉球朝日放送、開会式を放送予定なんですよ。はいはい、なのでちょっと先週告知できなかったんですけど、うん、今週のうちのナンバーワン、ちょっと時間がずれます。はい、11時5分からの11時5分放送となっておりますので、うん、はい、はい、ちょっとやってないなっつって
お見逃しのないようにお願いします、ね。お願いします。スマイルスマイルキッチンはそのまま10時15分からの放送になっております。はい。で、期間長いのでオリンピック、また来週、ね、再来週ちょっと時間の変更があるかもしれないんですけど、はい、こちらまたそのつどつどお伝えしていきますので、つどつど。はい。今週のウチナーナンバーは11時5分からということになっております。よろしくお願いします。じゃあ曲いきましょうかね。はい。はい、曲リクエスト来ておりますね。はい。進撃のめいちゃんさん。はい。ありがとうございます。ポポ。というわけで、ファンキー加藤さんのミュージックマジックです。あ、いいですね。どうぞ。どうぞ。間に俺がしたかった、うん、どうでもいい話していいですか。はい、トイレの。トイレ、トイレまた、ね、さっきのトイレの流れで、はいはい、あのウォシュレットあるじゃないですか、うん、俺1から5くらいまであるじゃないですかレベルが、うんうん、俺1ですっげー強いなって思ってるんですよ。あ、1で1で、え、5って何に使うんですか。5までのレベルってある人あります。あれって、うん、本当に頑固な汚れ取りますよね。5までいくと、いや、あれは、いや、だから使うときに要はレベル5のままの時に、要はそのままじゃないですか、あれ、はいはい、な、要は使った後に別にゼロに戻るわけじゃなくて、戻りはしない、そのままの設定じゃないですか、うん、びっくりする時あるんですよ、強って。確かに。いや、5を使う人って、とかって、本当にいるのっていうくらい強くなって、ウォシュレットって。多分変態だと思う、5を使うの。もうあれ、なんなの、うん、いや、あんなレベルいらないっすよね。5までいります。俺使ったこともない。5あれじゃない、ブラシ洗う用とかじゃないの。ブラシ洗う用。トイレでブラシ洗う用で、掃除用のやつ。そうそうそう、やだー。じゃあ、あれ、なんであそこまであんの。多分この製造者の好みなんじゃない。あ、俺はこれぐらいの圧がいいんだぞっていう説明書の人くらいですかね。多分1は中なんでしょうね。中中あれで中に入れるんですか、水を。わからん、俺使ったことないから。はい。あ、あれ中も洗うんじゃないですか。どういうこと。あの、ウォシュレットってね、外側だけあるの。外側だけじゃないの。ちょっとだから食い込み気味が来るってことでしょ。だから俺は怖いから1にしてるんですよ、それがあるから、うんうん、だから要は気持ち、一応仲間もやるんだろうなと思って挑戦するレベルがもう俺は1で限界なんですよ。うーん、ね、5ってもう口から出そうじゃないですか。もうこう、あのウォータースライダーみたいな感じでブブってね、嫌なのその勢い。いやだから、うん、5いる？どうだから好きな人がいるんだって。好きな人って何なの？好きな人って、そうそういう人、俺は何、好き嫌いであれがあるんだ。そう、あるんだよ。趣味レベルのためにじゃなくて、ちゃんとあるんでしょ。頑固な汚れでしょ。多分あるんだろうね。ね、そのなんか中にいるさ、あの4年お風呂入ってない人とか。いや、お風呂代わりかい。たまにシャワーが、あのね、ボタンでピシューってなるみたいな、シャワーみたいになったり、こう、真ん中が、あれの感じ、あんな感じ、あれの感じ、あれの感じのために、一応あると思う。じゃあ、サクセス用ってことね、髪の。サクセス用。あれも、そうさ、カレーだってもうめちゃくちゃ辛い、激辛とかあるさ。俺はもう中辛でいいですよって言ってるけど、やっぱそれを求めてる人たちがいるわよ、上には上が。どう思います？今の話、どうでもいいなって顔つきめるか。どうでもいい顔してるな。だから中にはなんかトイレの話とカレーを一緒にしないでほしいな。いや、俺とっても分かりやすいですよ。俺とっても分かりやすい。カレーは例えで言ったんだけどね。一応カレーは下ネタじゃないけど。下ネタじゃないけど一緒にしないでほしいさ。ウォシュレット5が満足できない人はもう高圧洗浄機とかでやるさ。あれでも危ないんだよ。えぐれるわ、えぐれるわ。危ないんだよ。危ないよ、だって高圧すぎると、うん、あのジェットスキーとかあれさ、はいはい、海のあれ、後ろにいて、ブンってやって、お尻に入って、破裂しちゃった人とかいる。うん、いや、想像したらとっても痛そうだって、今。とっても痛いレベルじゃないでしょ、うん、あのワシュレット、本当に5で設定 されてる時、うん、前の人使ったんだよね。使ってます、絶対。そう考えるとすごいよね。うん、でも結構浴びれるぐらい出るよ、水。俺か、ワシュレットシャワーしたことあるから。なんで？いやいやそういう動画を撮ろうと思って。ああ、ウォシュレットでシャンプーできるかっていうね。 YouTuber、 そうそうそう、うん、うがいまでもいける。全然やだ、全然いけた。いやいや、やばい、すげえ。それはやばい。その代わり下はもうビッチャビチャだよ。うん、まあまあ、だから自分の家とか友達の家とかでね、まあ寮とかで、あと30秒。ああじゃないか。30秒で終わり。全然かん、あのこの話して閲覧数が増えないけど。でも下品だもん。そっか、ごめんなさい。
はい、 CM の後まだまだ続きます。うわやば、おー使ってるじゃん。そしてウォシュレットの単位5からなの一緒に空でやっちゃう、一緒にしないで。甘めはなマイナスはどうなんですか。マイナス、マイナスってある。だから5からがあるってことは今だって逆に甘くするやつもあるじゃないですか。あるらしいね、ここ一応、うん、甘いんじゃない。だからウォシュレット例えるとどういう感じ。もう赤ちゃんでよだれとかじゃん。プチャプチャプチャプみたいな。尿漏れみたいな感じ。尿漏れみたいな。あのたまにほらさ、終わった後になんかそう自分で掃除するさ。はい、あとチリチリって言ってるさ。うん、あれぐらい。あれぐらいとか。面白いと言ってる。水しぶきぐらい。しぶきぐらい。びっくりラジオ、芦田愛菜だお。79.7MHz でお送りしております。気遣いよ。エビックのエビックイラジオ、今週のテーマはどうでもいい話ということで、はい、本当にね、CM 中どうでもいい話してましたね。苦笑いしておりますが、はい、ということでどんどんいきましょうか。メール行きましょうね、はい、行きましょう。びっくりネーム、シュプリムさんからありがとうます。ポッポーポッポーぴょ。ひとみ、その他の野郎さん、こんばんは。こんばんは。俺だ俺。手羽先よりもも肉が好きなびっくりネーム、手羽先こうです。うん、柴崎ね。ひとみ、もちちは満喫しましたか。そしてお湯を注いでから食べるまで何回も、あ、もちちを口ずさみましたか。焼きそばがあるわけ。あるわよ。女子向けのなんかもちもちした。あのローラーがやってる。あーローラーってローラーローラーのやつよ、うんうん、もちっちあちちもちっちってやつ。わからん。いやだ、見たことない。ない CM ないの。ないです。ないんだ。でも商品は見たことあります。美味しい、うんうん、美味しいんですね、あれね。うん、物足りなかった。ん、物足りない。少ない。あで量がちょっとまあ、今までのが慣れてるせいか、うん、なんかカツオの出汁がちょっと効きすぎな気がしてしまって、うん、絶対まだ慣れるまではって感じだった、うんうんうん、なるほど。思ったよりは探してみよう、うん、でも、うん、好きな人は好きと思います。コンビニにあるんだ。コンビニで俺見ましたけどね。私探してもなくて、うん、この間やっとで3円で見つけました。そんなない。なかった。ないんだ。この間なかったけど、多分仕入れたのかな。3円の端っこの方にありました。なるほどね。カツオだし強めの焼きそばでした。美味しかった。トライしてみるわ、うん、食べてみて、探してみる。ちなみに僕はペヤングソース焼きそばの2倍サイズの特盛を、うん、熱湯2分で湯切りし、早いな。ラップをかけずに1時間放置プレイを楽しんでから、うんうん、バサバサになった状態で食べるのがお気に入りです。やばいな、癖が。絶対普通に食べてる。すごい食べ方だな。本当にね。待って、冷めてるよね、そして、うん、仕込み大変じゃない。バサバサだよ。いやお、テーマどうでもいい話、うん、だいたい光る風にお願いします、はい、あ、ごめん、遅かったね。いやいやいや、あ、今からじゃないの。今からでしょ。あ、じゃあ今から改めて。あ、どんなんだったっけ。どうでもいいですよ。オン、イエア、オン。ラジオでは本当にどうでもいい話ですが、うん、今年の夏クソジジイになります。どういうことだ。お、スプリムさんがってことでしょ。そうね、そういうことでしょ。あ、だよね。京都にいる前妻との間の娘がつい先日成人式を迎えたと思ったら妊娠&結婚、今風に言えば授かり婚です。うん、中学から付き合っていた同級生とすごい、ね、よく5年も6年も一緒にいたなと、うんうん、ただ嬉しいのはお嬢が幼稚園の時にパパが50歳になるまでにおじいさんにすると約束していたことが実現したことですね。以上、餃子大好き手羽先こうでした。手羽先ね。手羽先こうってすげえブサイク。ブサイクって感じがする。いやいやいや、ローカルタレントみたいな。手羽先こう。ローカルモノマネタレントみたいな名前だな。あ、娘さんの写真も載ってますね。美人さん、そして彼、旦那さん、イケメン。冷静に思ったけど、許可なく上げてるよね、絶対。絶対そうよね、娘さんに。見ちゃっていいのかな。すげえ幸せだね、なんか。だからね。このお腹の画像があるさ、これ手は旦那さんの手ってこと。
泣きはるか。そうなの？そうじゃない？あ、そうかもよ。なんか後ろからちょっと、うん、そうしてるのかな、ハグしてるような感じかな。へ、めっちゃいい、ラブラブ。あー、その、それね、いいね、なんか、うん、あ、この手ね、あの写真の方と思った、あのこっち上のあのエコー写真、うん、違う違う違う、すげえなんか幸せなメールが、ねね、誰一人今、あのみんな独身っていう、ね、まあまあまあ、それはね、まあまあまあ、それは正直全員だな、そういえば全員ですよ全然どうでもいい話じゃないね、どうでもいい話じゃないですよ、おめでとうございます、おめでとうございます。あ、なんかおめでとうのやつなかったですか、なんだっけ、かけ言葉ないなかったですね、うん、ないないのか、ないないね、確かに、うんうん、おめでとう、作ろう、次ね、作るかなんか、うんうん、これはどうでもいい、うん、よくない話ですねどっちよこれはちゃんとした時に作りましょう、はい、はい、じゃあサンジェさん、はい、はい、いきます。びっくりネーム、ビンゴさん、こんばんは。こんばんは。飛ばしてないか、大丈夫か。いや、まず、あ、次やめます、それは、うん、はい。黒、ロビンちゃん、たかしさん、モーリーさん、貴乃花親方、こんばんは。誰が貴乃花だ誰がだ。さて、どうでもいい話についてですが、うん、以前この番組である番組の話をしていましたが、中身ないぞその番組に黒沢さんが出ていたそうですよ。他局だよ。この番組的にはどうでもいい話かもしれませんけど、知っていたら見たかったな。何にも入ってこないよ。ちなみにこれまたどうでもいい話なんですが、さっきのだろ。この番組のリスナーには、うん、音波バーのリスナーもいると、ギノワンの局の方がおっしゃってましたよ。音波バー、タクシーでこの番組を聞いているという方もいるんですかね。音波バー、何音波バーって。どうでもいいまさにどうでもいい。ビンコさん、いつもこれまさかギノワンの裏じゃないだろうなギノワンの裏じゃないだろうなタクシーでこの番組を聞いているという方もいるんですかね。いるだろう中にはいるんじゃないですか、うん、ね、いてくれたらいいですね、うん、ね、誰が貴乃花だお前だわお前だわちょっと気にしてる誰がイメージパーマよ。はい、イメージパン。あの貴乃花親方もパーマ合ってますからね。あ、そうなの。そうよ。あの髪型で地毛じゃないでしょ。そっか、あのあれでしょ、うん、パンチパーマのやつでしょ。パンチパーマじゃないけどね。最近髪型ね、また、うん、でもそれもどうでもよくない。貴乃花親方がパーマ当てたとか、うん、別にどうでもよくない、うん、本当にどうでもいいですね、はい、あのキョンキョンの不倫とかも俺本当にどうでもいいですよ。勝手にやってくれと、うん、別にそうね、ね、別に人の不倫なんて、だってもう独立しますもんね、うん、事務所も、うん、だからそれはもう多分言われ、これがあるから多分独立したと思いますけど、うん、はい、まはい、掘ろうと思えば掘れるけど、まあこれで掘るほどの話もない、俺たちも一応不倫したら言うようにしよう、ラジオで言えるかそこまで有名でもないから、うん、そうそうそう一応言っとこう言おうってもしやる時があったらやるなよ。どうでもいい、とっても、うん、有名人でさえどうでもいい。あなたは一番言わなそうだから、ね、絶対言わないよ、うん、クソ野郎、言わないかな。絶対言わない。サチさ、オープンに言いそうだけど、なんか俺不倫してるってばって言わんだろフランクに言えることじゃないよ。不倫は言わんか。不倫は言えないでしょ。石田純次らだろ。純次じゃないわ誰よ石田純次。どうでもいいな、その人も。誰だ。次男か、次男か。高田純次だわ石田純次と混じった。ちょっとはい、びっくりネーム、進撃のめいちゃんさんからありがとうございます。ポポサンチェスさん&高見さん、うん、バナさん&ひとみん、生放送お疲れ様です。お疲れです。このまとめ方なんだろうね。ね、うん、いいんじゃないセットでね、うん、ね、今日は真面目に、うん、めいちゃんですどうでもいいですよの話、うん、本当にどうでもいいんだけど、うん、皆さんってお酒を交わす時があるじゃないですか、うんうん、その時どうでもいいけど、やはりビールからスタートさせます。ぜひ皆さん教えてください。お聞いた話ではひとみんかなりの酒豪の噂が。あら、なんでではで、ね、楽しく聞かせていただきます。やはりお酒にはこれよね、もつ煮込みと焼き鳥よね、うん、画像を添付させていただきます。たまらんな、よくわかってる。わ、飯してろ。ホルモン好きだわ。おいしそう。みんなビールスタート。ビールかな俺。でも本当に、うん、っていうかなんか、うん、ビールが一番美味しいのは一番最初だと思います、うん、そうだね。一杯目の一番最初がビールが一番美味しいと思います、うん、あともういらんもんだよ、うん、俺はですよ。俺はもう正直言うと、もうあとは日本酒とか、うん、もう焼酎とか泡盛りに行きたいですね、うん、へえ。気持ち的にハイボールでもいいんですけど、うんうん、何ちょっとおしゃれぶってる。じゃなくて飽きるんですよ。あ、ビール、ビールは、はいはい、腹にもたまるし飽きるんですけど、うん、ハイボールとかはなんか全然飽きずに飽きるんだよな、ハイボール。え、味がですか、やっぱウイスキーのカノン。やっぱり可愛い店員さんがいないと。はこの CM みたいに。あ、進まない井川遥さん。そうそうそう、井川遥さんみたいな人がいたらもうバン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 も超飲むな。浴びるほど飲むけど、坂本冬美さんね。
ウイスキーを好きでしょ。ウイスキー好きじゃない私どっちかというとウイスキーとか、うん、ラムとかそういうちょ甘い香りのするのが好き、うんうんうん、いつもカバンに持ってるもんね。持ってないよ。何と間違ってるの。あの銀色のなんかちょっとこうアメリカだな。よく外人が飲んでるやついつも持ってるからね。どんだけ飲むしたよ稽古の途中で水みたいに飲む。水みたいにない。震えてるね。ないからアルチュやし。あ、かっこいい。酒豪の噂って。酒豪なの。でも飲むときは打ち上げのときぐらいだから、すごいあの安心できるメンバーと飲むときはめっちゃ飲んじゃうから、うそういうとき大体 SNS につぶやいちゃうわけ。ほう。飲みすぎたと、うんうん、多分それが印象強いのかな。何それ。じゃあ俺たちは安心できないわけ。怖いね。ね、安心できないんだ。まだ飲んだことないね、そんなに。俺ベロンベロンだったのに。確かにそうかもしれない。まだないや。2回ぐらいですか。2回ぐらい、ね、だいぶ、うん、もうだいぶ最初らへんですよ、みんなで飲みに行ったって、うん、まあでもちょっとね、ちょっとスケジュール的にね、うん、もうちょっとなかなかね、厳しい、うん、みんなの本性でも見てみたいかも。お本性。飲んだら、俺サンチェスとかベロベロになったら見たことないから。あれ前俺ベロベロだったさ。あ、めっちゃテンション高かったね、うん、カラオケで高見のお家で。俺は飲んだら、うん、めちゃくちゃ笑うんです、多分。あ、なんか笑う、あの、うん、ハードルが低くなる。マジ、うん、マジ、うん、飲まそう。プラスめちゃくちゃガハハって笑っちゃうんだよ。へえ。バランスの逆でも笑う。笑いますね。こら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 、コカ・コーラみたいな。死につまらん。多分私も笑うけど。死につまらん。笑うけど多分マナさんのギャグではならない。おい、とどめさせた。とどめを刺した。なおさらなんかあの感度が良くなるから、うん、感度感じの違いそう。エロエロ感度。なんか面白いものは面白いもの、うん、つまらないものはつまらないと、バッサリいくんだ。そうなるから、多分サンチュあのマナさんのギャグに対してはめっちゃ毒吐くと思う。うわ、ん、ー、何これ。ちょっと待って、サンチュいや、感度がいいって言うから。なんでこんなラジオであの伝わらないことやんの。このいじりとか。ごめんね。今のあの叫び声はもうかなり今聞いてる人に迷惑になっちゃう。本当迷惑ですよ。やめてください。スプリームさんあの逆バナさんの曲。ほら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 。ほら。マジっすか。え、今なんて言ってましたっけ。ね、俺も覚えてあんまり。覚えてないけど。てか、コカコーラがヌヤピヤ。出すタイミングで、あ、ちょっと笑う準備しなきゃっていう。あ、もうしてたんだ一応。あ、じゃあもう一回聞いてみましょう。ちょっと面白いかもしれない。ね。コラ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 。コカコーラ。っていうね。あ、練習になる。なんか辛い。辛いなんか。本当だね。辛いでしょ。ありがとうございます。いやでもあの、うん、とっても勉強になりました。愛想笑いの。そうそうそう。でも愛想笑いで殺されたらイラッとしますよね。アンチ面白いみたいな。私笑う演技上手だよ。あ、マジ？いいはず。狂気のね。もうなんかもうブキブキ言ってほしいんだけどな。ちゃんと演技するなら俺みたいに。いやみたいにな。これは豚なんですよ。これ豚、笑いながら言わないと豚っ端にはならないんですよ。難しいね。そのこだわりは分からんけど、本当にどうでもいい話なんだ。メール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 行きましょう。はい、これか。どうでもいい話来てるね。びっくりネームケイさんからありがとうございます。ぴょんぴょん、久しぶりですね。どうも、今夜もクールで可愛いスーパー萌えキュン女優のひとみんさん、うん、元気で爽やかボーイの高見さん、ありがとう、番組サポーターのバナー広告さん、けん玉レンジャーのサンチューさん、はいさーい。何やめましたけどね。だいぶ早かったね。だいぶ早かったね。めっちゃ三日坊主だなと思って。あのけん玉何でしたっけ。あのけん玉のやつ。うるせえ。わざめ？わざめ言っていいんですかこれ。あ、ダメでしょ。ある程度大丈夫らしい。あ、マジですか。わざめセックスって言うんですけど。そうなんですか俺。嘘。そうなの。マジかよ。あれ一応マジで難しいからね。挿入と思ってた。違うわ。めちゃくちゃ難しいあれは。本当にあるの。ない。あるわけねえだろ。ないわ。いやもうケンタマ検定とかでそういうのでやるのかなあと、そんなに難しくないって。むずいわあれ。いやいやいや、でも YouTube で外人が同じことやつ。アホだなと思って。メールメールメールも載るメールもメール。これ後で写真載せようね。そのわざやってる時のあるよね。ね、見ないと分かんないから、うん、さて今夜のテーマ、どうでもいい話といえば、うん、はい、最近はラジオ生放送中でやってる心理テストにハマってます。ほう。といってもモーニングエイトやくもじの音楽シャワーでやってる方ではなく、うん、毎週水曜お昼11時から13時まで大阪のコミュニティ局でやってるパリットジャパンという番組で、パリジャパン、ね、すごいとこまで見てるな、うんうん、その心理テストコーナーで盛り上がってます。ほら、内容はパーソナリティさんがベーカリー店で焼くさまざまな手作りパンを紹介しつつ、うん、ご当地アーティストを紹介するんですが、どんな番組だ。まあ、パン屋さんのね。パン屋さんなんだね。まあ、パン
んを作ってる。だからパリットって言うんでしょうね。はい、ああじゃないよ。番組後半に発表される心理テストは、ツイッターでも回答できたりして、ランチタイムがとても有意義に過ごしやすいです。もし気になったらその番組も聞いてみてくださいね。これいいね。あ、他のどうでもいいネタが浮かびませんでしたが、今年4月14日と15日の土日、沖縄市で行われる、沖縄県最大級模型展示会2018もいいですね、これね、開催決まりましたので、もし ABIC さんの取材の予定があればスケジュール調整しますのでお願いします。そうですね、去年も確かねお誘いあったんですけど、ちょっとスケジュール受け身てえな、今年もじゃあちょっと ね、あのタカさんの方にも上げておきますよ、はい、もし機会があれば行くかもしれませんね、はい、はい、ということです。ああなるほどね、以上です。どうでもいい話していい？あ、はいはい、え、昨日気づいたんですけど、全裸でハイソックスだけ履くと、ちょっとムエタイの選手になった気分になる。なんかちょっと足だけ強くなった気分になれる。わかる、この気持ち。ムエタイって基本裸足じゃないの？裸足なんですけど、あ、そうです。だからこの体の中でその自分を締め付けてるのがハイソックスしかないわけ。ってなったらもう足だけなんかすごいキック出せるんじゃないかって思うわけ。わかる？これわかるでしょ？わかるの？わかるでしょ？一応寝るとき私そのハイソックスじゃないけど、加圧の靴下履くんだけど。加圧の靴下だけでしょ？うん、だけ？まあそうだね、あのボディクリーム塗って、あと全裸？ボディクリーム塗って先にそれ履いてでマッサージするんだけど、足だけ引き締まるからなんかとっても動きやすいわけ。そうそうそう、なんかねこれぜひやってほしい。なんかわかる気がする。わかるでしょ？ちょっとわかるんだ。全裸でクリーム塗るの？そうだよ。は？あ、そうか。瞳閉じてニベアね。あ、いや分かっ全裸でお風呂上がりに寒いから、ちちんなんとなく分かる、ね、全裸ではないけどね、私靴下履いて、痛いか電子レンジでこのご飯温めてる間踊るわけ。よく分からんよく分からん。いやその間に、あ、俺足強そうだなっていう、ね、いラジオで動きで笑かすのダメよ。どうでもいい本当に。ちょっとやってみてください。どうでもいい本当に。なんかさ、どうでもいい話ってさ、どっからどうでもいいのかなってさ、まあ、さっきも打ち合わせ前に話したけど、ね、どっからがどうでもよくなるのかな。でもこれどうでもいい判断って自分から発信だったら、自分でしかあのそれ決めれなくないですか、まあ確かにね、だって自分は興味あるからね。あ、これどうでもいいなっていうのはもう自分がどうでもいいって思って喋ってるから、それってどうでもいい話する前に言った方がいいの？ちょっとどうでもいい話あるんだけどさとか。お、自分は最初に言う派です。あ、言う派なんだ。ハードルやっぱ下げてほしいというか、はあはあ、自分はどうでもいいと思ってるから、どうでもいい話ですよってね、どうでもいい話を集中して聞かれると、ちょっとね、聞いた後に何の話だったのってなるでしょ、周りの聞いてる人もね、はいはい、だからそれがちょっと嫌なんで。じゃあ面白い話あったらちょっと面白い話あるんだけどさっていうの。これは言いたくない。これは後出し。あ、これ後出し。後出し。あの最初はアメリカ式で、はいはい、あとは日本式、先日さみたいな始まってみたいな、そうそうそう、難しいな日本語ってね。どうですか、この基準は何かあります？どうなんだろうね。なんかさ、どうでもいいって結局興味ないことでしょ、自分の、まあね、興味、興味なのかな、やっぱり興味。なんかさ、ほら、その話にもし興味なくても、その人に自身に興味があったら聞きたいなって思ったりもするし、で話の運び方が私にちょっと寄り添った話の仕方だと興味持って聞いたりとかするさね。はいはい、寄り添った感じって例えば、なんか全然別ジャンルなのに、私の趣味の DIY に例えてこう話をしてくれたりとか。わかりやすくとかね。なるほどなるほど。やりたい今。おお。DIY に例えて。DIY。あ、なんかやってやってじゃん。すごいハードル上げたよ今自分で。やってみたくないですか？ギュンって上げたよ。例え。ああ。でもそれはどうでも話をしながら DIY に例えるってことか。でも結局どうでもいいんでしょ、その話は。あ、なんか最終的に、あ、やってみようって思ったりとかしたことがあって、最初は全然興味ないし、私に関係ない話とかしたことが、はいはい、あ、面白いかもしれないって思ったことがあって、あれかな、なんか最近あったどうでもいい話が、はいはい、あの、まあ、モノレールあるじゃないですか、すみません、沖縄のユイレールで例えますね、あの、で、一人で待ってたんですよ、あの駅に、あの次の行く、そのものを一人だけしか並んでなかったんで、俺が一人だけ並んでて、あっちって 4つぐらい並べるじゃないですか、列が、なのに次来た人が俺の後ろ並んだんですよ。あ、なんでだろうって思うじゃないですか、だからそれのことを DIY でうまく例えると、要は
釘打ったのに、うん、すぐ後ろに同じ釘打ってるみたいなことでしょ。あ、はいはいはい、ないらんでしょ1個で釘済むのに、うん、同じところに釘打ってるみたいな、うん、どう、うん、例え的に難しい、なんか違う気がする、うん、なんか違った、違うの、うん、マジで無駄じゃん、じゃ効率悪いのよ、いや空いてんのよ、4つのうち1個俺埋めてて、うん、残り3つ空いても俺の後ろ並ぶって意味わからないもん、多分あれなんじゃない、入り口を4つあって、うん、2人で2つを防ぐよりも、うん、1人が塞いでるところに並んだ方が、うん、他のお客さんが出やすいじゃん、いや、あ、まあまあまあ、そういう配慮なんじゃないの、それは階段から近かった、でも DIY で聞いたらイライラするでしょ。DIY だったら釘が2個は打ってんの、まあ、DIY だったらそうだけど、 DIY は釘2個いらんでしょ、まあ、常識にか的に考えたのでちょっと話すよね、そうそうそう、はいはい、ATM で並んでる時も、うん、後ろでめちゃくちゃ近くで並ぶ人いるでしょ、いや、いるいる、あれも同じ DIY だったらと釘打ってるでしょ、うん、後ろに釘打ってるそれ押すな、だいぶそれ押すなATM お前見るか見るのかっていうぐらい近いの並んでるのたまにいるよね、ちらって後ろ見ても全然後ろに寄らないの、うん、わかる、終わってすぐ入ってくるしさ、俺が抜き取った瞬間にカーブ、ありがとうございましたもうチラ見するぐらいのどんだけ近いわ、早く知れよって釘を2個打ってんのよその時さ、その時通帳落としたらあれだよ、後ろにぶつかるから、あ、通帳パッと落として拾おうとしたらこんなにかがむさ、うん、お尻が相手に当たるわけ、うん、俺は当てます、いやいやもう近すぎる人は、あーなるほど、ね、当てるわざと、そうわざと、あ、釘がぐにゃって曲がって、そうぐにゃって曲がったところみたいな、あ、そこにもう一回釘刺しちゃう、そうそうそう、意味やからDIY 分かりづらいんだ、なんかだんだん分かりづらくなってきた、これ私限定だしね、しかもね、まあまあそういうのが、うん、あれ俺自分に関しては今の話はどうでもよくないけど、うん、他の人からしたらそれは別に、まあ、気にならないって言われたらもうどうでもよい話になっちゃうっていうね、うん、結局高見のこと好きだったらこれ聞きたくなるんだよね、そうなのかな、何何何って昨日何があったの、ね、なるよね、なるよね、でもなんか女性がどうでもいい話してるときに胸元が開いた服つけてたら俺全部がどうでもよくなるもうそこだけに集中したいから結局話終わっても何ってなる、結局全部どうでもいいんだそうそう、何の話だったっけこれは女性も注意してほしい、そういう話をするときには胸元が開いた服は着ないでほしい、ちゃんと隠して、そうそうそう、あ、でも稽古場でもそれあるね、どんなの、あのちゃんとあのなんていうの、スカートで稽古するときとか、うん、あの見えないようにちゃんと、うん、あの考えてくださいって、あ、ブルマ履いたりとか、そういうあの劇団もある、衣装でスカートがあるときとか、そうです、ね、あ、なるほど、やっぱそこに集中しちゃって演技が見れないから、はいはい、うん、あ、切ないね、これね、男の本能だからね、うん、そうだね、なんかそれでちょっと思ったのが、うん、なんか舞台稽古中の、うん、なんかこの、れ、あの稽古着でなんか、うん、いいなって思う、女子の、あ、稽古着思いません、わかる、ちょっとパジャマに近い、なんかモデルさんとかは、はいはい、わかる、いつもさテレビとかしてる時 は華やかな衣装用になってるのに、うん、それ稽古とかしてる時はちょっとダサいじゃないですか、ちょっとジャージとか、うん、あー、そうだね、うん、なんかそれってなんか逆に来ません、なんかいいよね、来ますよ、そうなんだ、もう来ますよ、うん、わかる、わかりますよ、めっちゃわかる、へえ、そうなんだ、すごい、どうでもいいだろうなって思ったけど俺今思ったんですから、たまに私ほら稽古着で来るさ、それがいいんですよ、へえ、そうだったんだ、着飾ってないというか、多分これが多分プライベートこういう服着てるんだろうなっていうのじゃないですか、稽古着って、うん、動きやすいっていうのが、うん、なんかね、自分のちょっと趣味も見れるし、その人のよう、こんな普段着でもこういう毛が好きなんだ意外にとかね、うん、見れるし、うん、そういうのどうかな、じゃあさ、その稽古着が、うん、その中学校の時のジャージ上下だったらどう思うそれはグッと来ないの、いや、なんかめちゃイケのモームスみたいな感じでしょあのここに瞳って入ってるわけ、あ、何年何組、名前入り、それはみんな着ないんだ、着るか、着ないんだ、わかんない、どうなんすか、いや、ないね、受け狙いないんだ、着るのかな受け狙い、俺は逆にこの年まで物を大事にしてます、うん、アピールをして、うん、それを着てゲオに行ったりする、俺はタカさんそれやるな、タカさんやるんだ、あ、のゲオに行ったりはしないけど、やばいな、中2から持ってるジャージで、タカさんあのデカさだったの、うん、あ、最初はやっぱブカブカだったらしい、あ、じゃあ今ベストフィットみたいな、うん、そう、パツパツだけどちょっとこれはどうするんですか、いじるんですか、それは着てきて何も触らずにそのまま仕事をこなすんですか、皆さん、要は高さんがそういう服つけてて、なんかなんかつけてますって一応いじりはするんですか、そういう時は番組内で着てくるの、あ、スポーツネタの時は定番になって、毎回しかも同じ二人のこと言うから疲れるな、そう、さっきのね、メールでもあったように、あ、ほっぺさんのね、はいはい、そう思ってる、毎回同じ二人するから、うん、一応聞きますけど、一回着替えるわけさ、その場でくるって変身する、はい、
変態ってやる。そうやるんですよ。これが毎回なんだ。そう一応そうだな、どうでもいい話これうち七番は、うん、たまにというかよくどうでもいい話をしますよね、うん、もう CM 一個行くまでずっとくだらん話、うん、確かにネタ入らずみたいな、うん、好きな人は見てるんでしょうね、うん、あれのテイストがいいよ。テイストがいいよって、うん、許さ自分で言っちゃうんだそっかそっか、うん、はい、コメント来てますね、はい、サオロ兄さんから見えそうな服着る人は僕が見てあげるよ。ダメです、俺が見ます。俺も見ますね。俺も見たらなちみさん、胸元ゆるゆるな稽古着ならたまんないっすよ。たん、いや一石二鳥やん。そこも注意されるよ。でもこれは、うん、ね、つけてる人が悪いっすよね。つけてる人が悪いと思う。ゆるつけてる人が悪いっすよね、うん、こっちは見る人は何も悪くないと思う。俺は悪くない、まあ、ゆるゆるのつけて見るのは、うん、本当に無理、うん、無理です。明らかにね、うん、見えるやつをね、うん、いやもう出してきてほしい逆にそれはまずいでしょ。丸出し丸出しでポロンって、うん、ニップレスでいいからもうおかしいでしょこれどうにかしてほしいよね、うん、本当にね。そうそうそう。でも結構さ見えてるの分かんないわけよ。たまに人見るの危ない。絶対そうだろう。そうなんだよ。だから最近言われて、うん、分かりました、見え、あ、見えそうなんだって。誰に言われたわけ？あの、バナさんにも言われたし、なんで言うんすか、こういうの。日付変更線のさ、全然意味が分からん。日付変更線のブラチラっていう作品あったさ、はいはいはい、あん時のかがむ演技があったんだけど、うんうん、自分では見えてないと思ってたわけ、うん、だけど、がっつり見えてたよって言われてそれは、でも一応、あ、ブラはしてるんです。もちろんさ、ああしてない人みたいになってるけど。で、中キャミソール着て、うん、一応、そのキャミソールが見えるようにってはしてたんだけど、はい、ギャミストールじゃなくてその中が見えてたらしくて。マジだ。そう、知らんかったわけ。やつが。うちわんでもちょっとは本当危ない時ある。だからね、あの無防備だよ結構人見らしいね、うん、だから気をつけないといけないなと思って、うん、それ全部録画して見てんだよお家で。ええー、怖い。あ、怖。ディレクターズカットね。怖。そう、ディレクターズカットね。なるほどね。恐ろしいな。サオロ兄さん見たかったってこれは本当に見ちゃう。でもあれですよ、うん、見たらもう終わりですからね要は想像で楽しんでるのがもう見たらもう逆に想像がもうできなくなりますから、うん、見ないのが幸せっていう可能性ありますよ。あの間が俺は全てだと思ってる。そうそうね、そうですよ、うん、何の話を全てだよ、うん、シグナスさんもいらしてますね。こんばんは、はい、ポポ、はい、ギャラリーからありがとうございます。そしてギャラリーすごかったね、意外にとっても近かった今市長さんもいつものようにいらしてますね。あ、ということでなんかすごいどうでもいい話をした後に。あー、ということで西城秀樹の何ですか、うん、わーい。 CM 行きましょう。はい、CM 行きましょう。ゆるゆる今日ゆるゆるじゃない。どこがゆっくりじゃない。あ、今日、うん、どこかってでもあれだな、ゆるゆるの声つけてもじゃあ見るか難しいですね。俺は見る。見ちゃいけないのかなって逆にちょっと自制心が、見てること。そっか、でもそういう人はもう意識してるよ自分で。私、ああ見られてるって多分思ってるよ。快楽ね。そう、まあ、谷間をね、あからさまに見せた、ね、それはもう見てくださいって言ってるようなもんだから、うん、俺たちが両玉はみ出したまま歩いてると思うああもう明らかでしょ。拝んでね、拝んでよ。玉様、玉様、玉三郎が歩いてるわけだから浴びるほど飲むってよく言うけどさ、先浴びたことある？ん、お酒浴び。はい、あと10秒でございます。あれ、もう終わり？5、まあ、どうでもいい話あるんだけどな。3、いや、みんなありますよ。2、さあ、FM ギドワンからお送りしておきました。おきましたどうでもいいな。FM ギドワンから送りました。送りました。もうエビックラジオエンディングのお時間が来ました。どうでもいいエンディングが来たね。今日もたくさんのメッセージ来ました。ありがとうございました。どうでもいいメッセージたくさんありがとうございま す, いますこの番組はビデオダミングからテレビコマーシャル制作まで小回りの効く映像プロビデオダビンからテレビコマーシャル制作まで小回りの効く映像プロダクション、有限会社 ABIC、 片岡解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。はい、さあ今週最も面白かったリスナーさんに送るびっくり賞の発表です。今週のびっくり賞、そういえば
誰か決めてなかった。決めてない。あれ？でもちょっとおめでたいから、うん、シュプリームさんそうだな。そうしましょう。ちょっと思ったんですよね。うん、そう面白かったというよりも印象に残った。印象に残ったね。リスナーさんですね。うん、面白かったですよ。面白かった。もちろんもちろん面白かった。みんな面白かった。夏美さんがどうでもいいってまとめられた。今今週はめでたいってことで、うん、シュプリームさんにびっくり賞を送りたいと思います。おめでとうございます。あのもう一回住所送ってください。お願いします。はい。はい視聴者プレゼント。はい、ビデオダビングの ABIC から ABIC 商品券1000円分を3名様にプレゼントします、はい、プレゼント希望の方は avic@fmginowan.com にお名前住所プレゼント希望と書いて送ってください、うん、はいそして次回のテーマすぐ言っていいですか。あいいんですバレンタインです。はいバレンタインバレンタイン、うん、そうなの。なぜかと言いますと何ですか。なぜかと言いますとついについに ABIC ラジオに、はい、大城ゆきちゃんが来るありがとうマスイエーイありがとうマスシュプリームさん、シュプリームさんお待たせいたしました、うん、来ますよゆうきさん来ますか。来ますね。どうしようスーツ着てこないと。なんで気に入られようとしてるな。多分俺何喋っていいか分からん。分かるだろマジで今まで通りでいいのよ。いやいやダメでしょ。なんでだよダメだろそれは。今までも自分否定してるから。いやいやいや多分ゆうきちゃんはこのラジオ聞いたことないはずだから、多分持ち直しは聞くはず。あ来週から今今こういうラジオでやってます僕たちみたいな乾杯みたいな、うん、より寄り添うトークしたいね。寄り添うトーク耳元で喋ります。耳元でめっちゃ飛んだよやマイク入らんやしゃゆうきちゃん結構怖いよ。そうだよ怖い人大好き。セクハラしたらすぐだよするの刺すんでしょ。刺すのスプリームさんが ついに大城メロディーさんが違うわメロディーさんゆうきちゃん同い年だし。はい楽しみだな、ね、来週、うんはい、もう今週どうでもいいな来週だな、とりあえずこら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 来週だ今忘れてたからダメですよ。谷間見てるのと一緒の感じだよザッサさんからどうでもいい話がコメント来てますので、うんはい、どうでもいい話、僕の趣味の話、うん、ということですね、はい、やっぱ趣味の話ってさ、うん、興味ない人は、ね、難しいよね。かなり難しい、うん、ていうか ABIC ラジオも多分知らない人からしたらどうでもいい話しかしない本当にどうでもいいんだそんなこと言ったらもうラジオできないよ人見なんかどうでもいい話ある。どうでもいい話なんだっけな。あと2分ですけど。あと2分全然構わないですよ。あ今日初めてあの、うん、お試しで買ったファンデーションがめっちゃ化粧の良くて、うん、嬉しい。ケイトのやつケイトのやつ聞かなくていいよ。どうでもいいのに聞いたでしょ今どうでもいいけどどうでもいい話をそうしてみた。中島美香ね知らない。勝てケイト勝てはい、ありがとうございます。ありがとうございます。締めたんだそれで。聞いてくれてありがとうございます。あ、はい、サンジェさんも最後になんかまだちょっと時間あるんで言いましょう。パッて短いやつ。なんかお腹壊すって言うけど、はい、頭壊すって言わないよねと思って。はそうでしょ。お腹壊してるって言うけど今頭壊れてるって言わんさ。はいはいはい。それをヤフー知恵袋で調べたから、うん、頭を壊す方法を教えてくださいっていう人がいて、うん、ベストアンサーが、うん、セックスしたいってあった。何これと思ってもう死にどうでもいいけど。いや三大欲になんで行こうか。なんで今エコー入るの。何これパリコレ。あの時間ないんでちょっとえ、はい、そうですね。もう時間ないっすよ。どうでもいいこと今ということで今週もありがとうございました、はい来週は大城ゆきさんが来ますのでぜひぜひあのお聞きください。来週第1回目です。はいお送りしたのはどうでもいい高見と俺かい。ちょお送りしたのはバナとひとみと高見とどうでもいいサンチェスでした。それではまた来週お会いしましょう。バイセッツバイバーイ。でもいいバレンタインチョコを作ってくる。おお。もう材料みたいな。原材料どうぞみたいな。じゃあ終了。勝手に作ってくださいみたいな。ありがとうございます。あ、夏美さんありがとう。嬉しい。私だけに。夏美さん眠れてますかね。うわめちゃくちゃ。なんで？あ、体調悪かったですかね。そうだよ。大丈夫かな。大丈夫ですか。はいはいどうでもいいって夏美さん。もし眠れないやつ俺呼んでくださいね。じゃあエビックラジオどうでもいいですか。どうでもいいでしょこのラジオなんて。しかしてないよねだって。どうでもいいんだよこの番組は。メッセージ性あまりないっていう。来週のテーマ言ったって言ったよ。言ったよバレンタイン。バレンタインですよ。バレンタイン。どうでもいいバレンタインです。はい、バレンタインです。じゃあ行きましょうはい、はいうん。ありがとうございました。お願いします。じゃあ来週第1回ちょっと始まるんで。来週からしっかりしよう。誰来週からしっかりしよう。もう遅い。
あれ？だるまさん。あ、本当だ。だるまさん腰痛いって言ってたのに。うん、やりすぎだよ。大丈夫かな。違う違う、仕事ね。同じ。仕事仕事。はい。オーケー。おお、一面が出た。やったー、うん。初めてじゃないですか。え、うん。一回出てる、誰か。うん。おお、兄さんが。スプリームさんが。ひとみんその他の個性的な人たち、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとすみません。寒い、足が凍えする。こっち寒いんですよね、夜。うん。昼は逆ですからね、こっち。昼は事務所の方が寒いらしいんですけど。そうなんですか。あ、そっか、こっち日当たりがいいから。あー、なるほどね。ありがとうございます。